大木谷植杉家、大木谷植杉や、大木が八つ植杉家は、室町時代に関東地方に拡挙した植杉氏の初夏の一つ。戦国時代には川越城に本拠を移し、武蔵国を拠点とする大名となり、南関東に勢力を払拭した。大木谷植杉氏は、室町幕府を開いた、足利尊氏の母方のおじにあたる植杉重県を、外する家で、 南北長期の常時年間20件の用孫にあたる、上杉や木沢が関東に下校し、10件の弟、上杉憲りのモロ諸子から出た小上杉家と同じく、鎌倉公方関東公方に仕えて、鎌倉の大喜多に現在の鎌倉市を大木谷津に居住したことから、大喜多谷家の加盟が起こった。大喜多谷家は、他の上杉初家と同じく、関東官僚を継承する価格を持ったが、 事実上の宗家である三内上杉家が関東官僚をほとんど独占したため、室町時代の前半にはさほど大きな勢力を持った家ではなかった。欧英23年、1416年の上杉、前週の乱では鎌倉広報房、鎌倉公房が滅亡した影響の乱では関東官霊山内上杉のりざめ方にと勝利した側について活動している。この時の当主、 上杉持ギは、影響の乱後に修理大部に任せられ、続く有機合戦後には、相模守護に任せられている。これは、影響の乱後、山内上杉スギノの引退の意思が固く、後継者に指名された、山内上杉清方の経験不足を憂慮した、室町幕府が持ちトに、その補佐を期待したためとみられている。文年、1447年には、足利氏が下して、 鎌倉久保が再興されるが、法徳2年。1450年には、鎌倉久保、重氏と山内上杉憲りが対立し、江の島合戦、重氏はこの時に、三内家火災、長岡家中と大北に家、火災、大田道真を避難している。鎌倉久保と関東関連の対立は一時的に、和睦が成立するが、京徳3年。 1454年鎌倉久保、重内に山内の利忠が暗殺され、全面戦争となる、京徳の乱。足利重内は古川を拠点とし、小学坊、第八代室町将軍、足利義政は、関東官令方に加担して、伊伯兄の足利正友を送り込み、正友は、伊豆において堀越久保となった。堀越久保、 政友並びその側近、渋川義教との対立はあったものの、大木谷家は、相模を中心とする戦国大名として成長した。京徳の乱において、大木谷上杉氏は、上杉持友が、火災、大田道真に命じて、川越城、江戸城、岩月城を築城させて、武蔵の文国家の足がかりを築き、川越に拠点を移した。文明九年。 1477年には、山内家家臣、長尾景春が、主君、上杉秋貞に反乱を起こし、山内秋貞を上野に、追い、文明年千年。1478年には、長尾景春に味方した小学坊、重氏と、山内秋貞の間には僕が成立。長尾景春の乱は、大木谷家の両国武蔵において展開されているが、大木谷家家祭、大田道館は、 乱の平定を主導しており、大木谷家でも山内家と同様に当主と火災との対立関係が発生し、文明十八年千四百八十六年二道館は、主君、上杉さ政により暗殺されている。その後は、関東の領有をめぐり、三内家との対立が顕在化し、堀越久保、正友を要した山内家に対し大木谷家は、小学坊、重氏に接近して、 両家は対立する、長教の乱。明王二年、1493年には、大木谷貞政の命で、伊勢総威、後の北条総運が、堀越久保を、正友を攻撃しているが、伊勢総威、北条総運は、伊豆において自立し子,子孫は後北条氏となる。同盟関係にあった小学坊茂氏は、分裂により水防していたほか、山内方の相模の領地は、伊勢総威、 北条総運に次第に切り取られて支配権を失い、大森藤よりの小田原上等。ただし藤よりは、三内上杉に寝返っていたため、大木谷上杉家が総運に派兵を依頼したものを、総運がそのまま両国化したものである。上杉友吉、上杉貞政の老いで次の大木谷家当主は、伊勢総運、北条雲元総運の老いで主君である。する主 今川氏地下の軍事支援で立川らの戦いは勝利するものの、自らは積極的な対応策を打たず、川越江城を包囲されて、大木谷川の降伏の形で、長京の乱は収束する。しかし、山内や大木谷や小学坊それぞれの家が内紛状態に入り、栄章の乱が発生してしまう。この騒動に付けられる形で、相模を後北条氏に侵食され、 英正十三年、千五百十六年には、相模における大喜谷家の中鎮、三浦道寸の滅亡を招いてしまう。やがて後方条氏は、武蔵への侵攻を開始し、大英四年、千五百二十四年に、上杉智之、上杉智義のおいで次の大喜谷家当主は、江戸城から川越へ逃れる。甲の武田信虎、信直は、 両上杉氏と同盟して後、北条氏と対決した。大木谷智沖は、天文2年、1533年に、信虎嫡男の武田晴信、後の信玄に娘を嫁がせて、婚姻を結んでいたが、武田信虎は、大木谷智沖死去の、翌天文7年、1538年に後、北条氏とは僕して離反している。大木谷智沖の子、上杉智貞田は、 山内家と和解して後北条氏との戦いに臨むが、天文15年、1546年、川越野戦で戦死、遺設ありし、大木谷家は滅亡した。大木谷家の名跡は、一族の上杉謙章が継ぎ、A64 年、1561年山内家の家督と、関東関連職を継承した、越後の長岡家虎、上杉謙信によって、武蔵松山城主に据えられるが、 A66 年、1563年に後北条氏に降伏した。その後の動向はつまびらかではない。なお、山内家の名跡を継ぐ米沢藩主、上杉綱則の実父吉良義仲は、大木谷家の血統を引いているため、それ以降の上杉家にも、大木谷家の血統は残っている。大田市、上田市、三浦市、大森市、千葉市、蘇我市、南端市。 広沢市大越市島村市宇田川市。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。